山田裕貴は、日本の俳優。愛知県名古屋市出身。渡辺エンターテインメント所属。俳優集団 D2 及び D-BOYS のメンバーである。東邦高校卒業後、芝居の勉強をするために、渡辺エンターテインメントカレッジに入る。卒業。2010年に開催された D-デート新メンバーオーディションのファイナリストとなったが、D-デートの新メンバーには選ばれなかった。しかし、事前投票で1位だったこともあり、ファイナル開催時に急遽設けられた D-BOYS 部門のグランプリを獲得。その後、渡辺エンターテインメントに所属。グランプリ受賞時には D-BOYS に加入と発表されていたが、同年12月、D2 に加入。2011年、テレビドラマ、海賊戦隊ゴーカイジャーのジョー・ギブケン、ゴーカイブルー役で俳優デビュー。2012年6月、テレビドラマ、Dタウン、僕らが恋愛できない理由で初主演を務める。2013年7月、D2 メンバー初のソロ写真集を出版する。同年10月に D2 が D-BOYS に加入し、D-BOYS メンバーとなる。2014年、ライブで映画初主演を務める。2016年8月、舞台、宮本武蔵で舞台初主演を務める。作品は、読売演劇大賞優秀作品賞を受賞した。2017年は、女城主直虎で大河初出演を果たしたほか、映画のみで14本出演し、うち12本が公開になるなど、飛躍の年となり、その役柄と印象の振り幅から、カメレオン俳優とも呼ばれるようになった。2019年、主演を務めた、舞台、終わりのないで、令和元年度文化庁。芸術祭賞演劇部門新人賞を受賞。2020年、夕張国際ファンタスティック映画祭2020でニューウェーブアワードを受賞。父は、プロ野球、広島東洋カープ2軍内野守備走塁コーチの山田和俊。自身は、小中学校まで野球をやっていたが、プロ野球選手にはなれないと思い、高校で辞めた。右投左打。最速時速 142km。2018年8月10日に名古屋ドームで行われた中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ戦では、父親がドラゴンズ現役時代につけていた背番号30のユニフォームを着て始球式を行った。特技は野球、バレーボール、趣味はスポーツ全般、サブカルチャー。海賊戦隊ゴーカイジャーを手掛けた東映プロデューサーの宇都宮崇明は、山田を起用した理由について端正な顔立ちが、ジョーのストイックで寡黙なキャラクターに似合っていたからとしている。またメインライターの荒川俊久は、山田の目が気に入ったと本人にも告げており、作中でもジョーに対して同様のセリフが存在している。共演した池田純也は、山田について演技について語り合うこともあったが、普段は不思議なところもあると称している。山田自身は、ゴーカイジャー初期では、演技が思うようにいかず、さらに、東日本大震災も重なり無力感を感じていたが、自身のメイン回である、第11話、第12話の撮影を経て自信が持てるようになったという。また、子供から、将来ゴーカイブルーになりたいという手紙をもらったことで、自身の仕事に意味があると感じることができたと述べている。ゴーカイジャー以来、山田を、たびたび起用している監督の坂本浩一は、山田は再会するたびに経験値やスキルが上がっており、オーラも増していると評している。テレビドラマ、SEDAI WARS では、主人公の人物像を山田に委ね、期待以上の結果が得られたと述べている。ありがとうございます。